カウントダウン TV あるじゃない、うんうん、年越しスペシャルっていうのがあるじゃん、うんうん、あそこに ELT さんが出たのね、うん、結構前もう99年とか、うん、1999年に、うん、そのカウントダウン TV 年越しスペシャルに ELT さんが出ました、うん、でまあ生歌歌います、うん、でそこで、うん、そのライブがきっかけで、うん、流行った言葉知ってる？いや、むずい。むずいね。今でも使ってるってこと？めちゃめちゃ使ってる。めちゃめちゃ使ってる？もう誰でも使ってんじゃない、ほんと。誰でも使ってる？もう本当にポピュラーだね。ポピュラー。ポピュラーヒント？ポピュラーって合ってる。何が？ちょっとやめてくれよ。なんかそのもう本当に気軽にみんな使ってる言葉だし。なんだろうな、マジで。いや、言ったらもうヒントは、お正月、まあ年越しスペシャルだよってこと。年越しスペシャルのライブ歌ってる番組だよってとこがヒント、うん、それヒントになってる？なってるだろ。ちょっとむずいな、なんだろうな。うわー、当てたい。正解言うよ、うん、明けおめ。あー、当てれたね。これだから多分もともと明けおめっていう言葉はまあなくはなかった、ゼロじゃなかったと思うんですよね、うん、ただ、うんうん、そんなのはもう別にあまりこう浸透してなかった、うん、普通に飽きましておめでとうとかね、うん、言われてる時代、いい世代に ELT 持田香織さんが、うん、みんなー、うん、俺ライブバージョン、ライブだもん、カウントダウン TV で歌ってんだもん、うん、お客さんの前で明けおめーって、うわーみたいな、いや耳すましたなんかなんだそれはみたいな、嘘つけや、いやぐらい本当だって冷めたわ、冷めたじゃないよ、本当馴染みのある言葉じゃなかったから、本当に明けおめって返すよりはみんなもおーみたいな、おーって、へえ、それが聞いて明けおめが流行ってる。マジすごいね。今当たり前じゃない？当たり前。明けおめもあればことよろうもあるし、うん、そうよ、すごいね、マジですごいな、作りたいね、そういう言葉ね、作りたい。